はい、どうも、ニコホツのケンティーです。エニヤムです。スズです。今回なんですけど、8月の上方っていうところから解説したいと思います。はい、まずは、8月のサマーインターンの締め切りっていうところを、まず解説して、その後にサマーインターン無双した稲山さんに8月の上方っていうところを聞いていきたいと思います。スズさんにも愛の手を入れてもらおうと思います。お願いします。お願いします。インターンについては全部自分で調べるのは大変だと思うんですけど、知らないうちに締め切られちゃって後から後悔することがないように、この動画を見て有名企業や業界の締め切りを忘れないようにしてください。では早速始めていこう。レッツゴー。じゃあまずは8月4日から6日ですね。はい、こんなにあるんだな。ギリギリだね、直近だね。アマゾン行きたい。あ、確かに AWS アマゾン行きたいです。あの AWS やろう。でも技術不足だよ。技術不足一緒。あ、ほんとだ。じゃあちょっといいや。じゃあいいや。ほんと日系の大手の企業とかも全然残ってるんですね。確かにね、まだ。確かに新聞もあと総務省とか財務省とかも残ってるんですね。割と7月で締め切るイメージだと。はい、ほんとそうですよね。次、7日、8日、9日ですね。ケンティどれ気になった？リクルートですね、やっぱり。おーい、リクルート。すごいすごい。やっぱりリクルート。え、出すの？じゃあこの8月4日のやつ。うわ、出したい。いや、出したいじゃない、出す。出す。はい、出しましょう。出しましょう。撮るといいですね。テレビとかも面白いんじゃない？テレビあります。確かにメディアとか、確かにせっかく固まってる、うん、この職種やってるんですからね。そう、結構テレビの本選考とかの締め切り早いんで、うんうん、今のうちから抜け出しておかないとっすよね。うわ、アイドルとかにも会えるかも。どちら決めた方がいいかも。はい、次11、13、14ですね。14がめっちゃ多いんですよね。本当だ。すごっ。じゃあ13日も大忙しだ。そう、だから13日、まあ、前日よ。前日にやるタイプなんだ。もっとちゃんと計画的に。確かに1週間、2週間ぐらいあるから全然準備すれば間に合うかな。確かに保険系とかあるんですよね。でも保険東京海上日動、うわ、大人気企業。マリン、これいいって言うよね。はい、東京海上日動めっちゃいいって言います、ね。え、何がいいのこのインターン？俺はわからない。なんかキーがめっちゃいいって言ってた。確かにそう、兄さん卒のキーさんが、まあこのインターンかわかんないですよ。確かにこのインターンかわかんないけど、東京海上日動のあのインターン参加してめっちゃいいって言ってたんで。え、気になったのあった？ケンティ大和総研大好き、コンサルですよね多分。そう、いや、シンクタンクか。シンクタンクか、うん、なんかそういう系かっこいいですよね。いや、いいよね、はい、やってみなよ、憧れる。2週間あるから、うん、やります。15、16、18。おー、多いな。ここもなんかめっちゃ楽しそうなインターンばっか、はい、ホリプロとかは？ホリプロね、ホリプロこそアイドルとかに会える。そうだよ、確かにアイドル会いたいか。ホリプロはその内容もすごい楽しいって聞いた、そうなんですね。僕ホリプロ行きます。とりあえずホリプロだし、気になるっていうのね。はい、はい、で20、21がこんな感じ。やっぱ多いんですよね、この時期でも。8月の末 の、はい、あの時期でも全然締め切り多いから、まだまだあるんだなっていう感じですね。めっちゃありますわ。特にコンサルとかあの監査法人もあるし。え、てか私なんかさ、メディア系、新聞とか出版とかめっちゃ早いと思ってたけど、テレビとかさ、はい、確かにめっちゃ多いですね。割とね、この時期でもいっぱい残ってるんだね、うんうん、全然まだまだ頑張ればいけそうっていう感じですよね。でもめっちゃ多いですね、うん、なんかめっちゃ希望が見えてきました。よかったわ。ちなみに8月の末ってめっちゃ中だるみの時期なんですよね、本当に。へぇ、みんな中だるみしないように気をつけてください。気をつけてください。頑張ります。で、22から27、まだまだ全然。あと、ここ Amazon Japan もあるし、Amazon あと JR 東海とか大阪ガスとか、結構インフラ系とかそういうでかい企業の、確かに確かに、企業はまだまだ全然あって、あとアステラス製薬もあるし、でも本当に有名な企業まだまだ全然ある。海運業界とかも、あ、そう、海運もありますね。あと女性のキャリアコースとかもあるんですね。へ、ね、えー、次いきます。で、28から31、これがラストですね。ラスト、え、はい、で、ここ住友商事とか、あの住商、この時期なんだ。そう、ね、で、あとは日本郵船とかもあるんですね。へえー、意外と遅いんだね。そう、全然有名な企業もいっぱいあるっていう感じで、チャンス回りまくり。だからあのこの時期で焦ってる人もまだまだ全然8月の末にも締め切りあるんで、うん、一緒に頑張りましょう、はい、じゃあケンティは今見た中で何社ぐらい出しますか？5社出します。おお、で、今もすでに5社出してるから、はい、追加で5社、10社今月中に。今月中に。オッケーです。いや、頑張りたい。頑張ってください。お願いしますね、山さん。何でも来てく、聞いて、何でも聞いてください。ありがとうございます。という感じで、まあ、あの8月の締め切りはこんな感じになっておりますので、まだまだ全然たくさん有名な企業あるので、皆さん焦らず、ES とか書いて申し込んでほしいなと思います。はい、頑張ってください。はい、頑張りましょう。お願いします。稲山さんは8月この時期ってどういうことしてたんですか？この時期はですね、はい、もうほぼひたすらインターンに行ってたんですけれども、 3 days のインターン行って次 5 days のインターン行くみたいな、そういう感じのことしてるか、もしくはそれがない日は、まあ、自己分析とか面接の練習を誰かにお願いしてやるみたいなことをしてました。怖い、はい、だからもう毎日就活です。すごっ。それ苦しくなかったんですか？あの、たまに息抜きしないと夏休みを、ね、全く謳歌できないのが悲しいんで、うん、スポットで楽しむ遊びの日を入れて、それ以外の日はもうずっと就活するけど、遊びの日は就活考えないみたいな感じで
切り分けて就活を頑張ってました。メリハリすごい。そんなイナが8月に絶対これだけはやっとけっていうことを教えてください、はい、で対象は8月めっちゃ頑張りたいって思ってる就活生向け、入社生向け、はい、8月はもう学校もないんでもとにかく就活しまくってほしいですね。はい、あおー、まあ、インターン出しまくるのもそうだし面接練習しまくるのもそうだし社員訪問するのもそうだし、うん、とにかく行動量をこの夏にいっぱい稼いでおくことがマジで大事だと思います。絶対にこれだけはやっとけはもう全部なんですけど、はい、一社なんかインターンでもいいし説明会でも何でもいいんで、うん、何かしら会社が運営してる就活イベントに参加した方がいいですね。あ、何かしらね、はい、例えばそれが選考あったらそれに受かるために面接練習しようとか、うん、何かしら予定を作ってそのために行動するっていう感じで進めるのがいいかなと思います。なるほどね、はい、じゃあ目標は1社でいいんだ。8月の目標は、まあ、最低限1社ですけど多いに越したことはないんで、はい、とにかく夏は量、本当にで夏休みが終わるとマジで学校との両立が大変になってくるんで、うん、この夏休みの時期にとにかく就活で行動量を稼いで、確かにね、はい、頑張ってほしいですね。でも行動量、うん、具体まあ、具体的にはもう就活のいやあらゆること全て、ね、自己分析もそうだし企業研究もそうだし面接練習もそうだしグルディスの練習もそうだし、やること多くてなんか何からやっていけばいいのか分かんないし、どこまでやればいいのか分かんないしってならない。まあ、優先順位つけるとしたら、まあ、自己分析が一番ですよ、ね、自己分析で自分のこと言語化するじゃないですか、はいはいはい、それが正しく伝わってるかどうかとかを面接で検証して、なるほどね、まあ、どういう言葉が一番適切なんだろうっていうのを面接とか通して確かめていくのが良いかなと。じゃあ自己分析と面接の実践が第一優先、はい、そうっすね、はい、なるほど、はい、具体的に稲山さん1日どんぐらいやってました？もうほとんど就活しかしてなかったから朝起きて、まあ、インターンの日はインターンに行ったりとか、インターンない日も朝起きて社員訪問入れてあるから社員訪問させてもらって自己分析とかして面接練習2個ぐらいこなしてみたいな、そんな感じなんですよ。すごい。一般的な就活生はどんぐらいやればいいと思います？一般的な就活生は、まあ、嫌にならない程度で1日1時間とかそういうレベルでもいいと思うんですよ、うんうんうん、コツコツが大事だね。コツコツが大事、はい。なんでサマーインターン行かなかったんですか、すずさんは。てか普通に1年間休学して長期インターンやろうと思ってたから、はいはい、やるつもりなかったし。ああ、なるほど。だから今サマーインターンで全然受かんなくて、まあ、病んじゃったりとか、まあ、就活病になっちゃってる人はもう一回就活止めて長期インターンとかやってみたりとか。あ、それだった、それだった。あ、それだった、そうかしますね。そう、2年前の夏休みでめっちゃ出してでも持ちまくって病んで、はいはい、いやちょっと学習強くしようと思って長期インターン始めた。うん、そういうの大事ですよね。大事、はい、もうマジで無理だと思ったら一旦ストップっていうのは大事な気がします。うん、本当にそう、はい、本当に一回ストップした方がいいと思う。はい、はい、今日の動画のまとめは、まず8月のサマーインターンの締め切りを見ていって、うん、まあ、いろんな有名な企業とか大手もまだまだ全然残ってるなって。残ってたね。残ってました、はい、だから今から行動しても全然間に合うっていう感じでしたね。で、検定は5社追加っていうのが目標だよね。はい、はい、で、次に僭越ながら僕が8月何してたかとかを喋らせていただいて、うん、特に夏休みなんで、うん、まあ、いっぱい就活してあと行動量を今のうちに稼いでほしいなと思います、はい、で、就活がきつい人とかうまくいかない人は一旦止めて長期インターンをすずさんみたいにやってみるのもありだねっていう感じで、うん、まあ、今日のバイトしてみるとかね。はい、そう、バイトしてみたりとか、うん、留学とか、うん、留学もいいと思いますね。はい、うん、はい、まあ、そんな感じで、まあ、就活以外のこともやってみるのもいいなと思いますので、うん、何をするにせよ、まあ、まあ頑張ってほしいなと思います。何かしらね、はい、うん、頑張ります。ケンティも頑張るので皆さんも頑張りましょう。お願いします。ケンティは草ケンティねはい、ということで8月の動き方の動画以上になります。皆さん今月も頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。せーの、じゃあな。ちょっと待って、しっかりのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。